大分の高橋宗一郎選手です。もう連日バック取ってますけど調子はどうですか？そうです、調子はもういつも通り練習もやってきたので、頑張りたいと思ってます。まあレース内容もいいしね、やっぱりそこで心がけて。そうですね、もう自分からレース作ることだけを考えて頑張ってます。まあ、後ろがうるさいね、宮原原刑事みたいですけど、まあ、そこら辺はもうね、もう適当に聞いて、もういやもうしっかり LINE で引きずり込めるように頑張ります。あ、ありがとうね、地元がいる。だ普段別府で練習してたらもうここ風ないみたいなもんやろ。本当ですか？いやいや別府風強烈やん。でも直線が短いように。あ、そうなんですね、日本一短いんですよ、はい、なんで竹尾がね日本一長いんですけど、ここが日本一短くて、なんでちょっと先行が有利かな、高橋選手のね、はい、有利なバンクかなと思います、はいはい、前々で頑張りたいと思います、はい。じゃあファンに一言お願いします。一戦一戦一生懸命頑張って決勝に乗るように頑張ります。応援よろしくお願いします。熊本の北川大成選手です。ね、コーチもガキもピン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 ですけど、ちょっと決勝が持たなかったですね。そうですね、毎回なんか失敗してしまいますね、はい、いやいや、でもここねちゃんとねバック戦も多いし、でここの、バンクの特性聞いてきました。直線が短いというのは、はい、聞いたんで、ちょっと先行が有利というのもちょろっと聞いたんで。そうなんです、もう北川選手が出たらもうすぐゴールですから。いや、まあゴール前結構だれるんで短いのは自分からしたら結構ありがたいですね。ここは直線短いですからね、はい、後ろ別所選手とは走ったことは、初めてですね。初めて、はいはいはい。あ、もうね、佐世保も初めて、別所選手も初めてで、結構また気合が入りますね、これね。そうですね、はい、また全く知らないところで初めての方ついてもらえるんで緊張はちょっとしてますね、はい。じゃあオッズは見ない方がいいね。まあ、普段やっぱ見ると緊張するんで、あんまり見ないようには。わかりました。じゃあ、まあ、別所選手に優しい選考をお願いします。はい、もう明日3社なんでしっかりと九州でワンツースリー決めれるように選考 したいなと思ってます。じゃあファンに一言お願いします。明日九州でワンツースリーできるように頑張ります。応援よろしくお願いします。元長崎、今北海道の中里福太郎選手です。松戸から調子どうですか？そうですね、ちょっと予選はクリアできなかったんですけど、2日目は自分のスタイルで走って一着取れてるんで、まあ、調子は悪くないと思います。で、久々あの佐世保帰ってきたらやっぱりテンション上がる？そうですね、やっぱ元地元って言ってもやっぱ気持ちはまだ地元なんで、全然もう気持ちが高ぶって今どうしようか迷ってます。やっぱ違うよね、テンションがね。そうですね、違いますね、やっぱ気持ちが入ります。で、明日は、はい、もう自力ですよね。自力です。金子選手との連携ですかね、どうなんですか？そうですね、金子さんとの2社で走らせてもらいます。なんか不思議な感覚のある佐世保に来たら、このそうですね、なんか今までだったら普通に地元として走ったんですけど、まあ、今回から北海道として走らせていただくんで、なんかちょっと不思議な感じです。どう、北海道って意外と標準語って聞くけど、いや多分札幌の方が標準語が多くて、はいはい、函館はどっちかというと漁師町が多いんで、ちょっと訛りがあるんだ。すごいです。まあ、お互い様やろうけどね。そうですね、あっちも多分こっちの言葉は方言は分かんないと思うんでそう、ね、もうバンバン出してます今。 あっちで出してる、はい、で、あっちの支部に行ってもだいぶ慣れた、その競争とか。そうですね、先輩たちも優しいんで、まあ、自分のスタイルをちゃんと貫いて、まあ、走らせてはいただいてるんで、まあ、大体ね先行やね、優しいもんねみんなね。そうですね、やっぱなんかこう後ろの先輩たちも気使ってじゃないですけど、まあ、うまくこう持ち上げて持ち上げて走らせてくれるんで。先行やモテモテだもんね。そうですね、やっぱやめたら厳しいよもう、まあ、まあ、生涯先行で行こうかなと思ってますそうね、はい、じゃあファンに一言お願いします。はい、久しぶりの佐世保なんでちょっと緊張はしてますが、自分のスタイル貫いて、まあ、優勝を目指して頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。東京の山本周平選手です。伊藤から調子どうですか？そうですね、まあ、練習もちゃんとできてたんで大丈夫だと思います。はい、どうです、この暖かくなってやっぱ調子は。あ、そうですね、暖かい方が体動くんで、はい、はい、明日は、まあ、太田選手と連携して、はい、
まあ、連携はあるんですよね。連携あります、はい、最強ラインですね、はい、今回最強の選手が多いんじゃないですか。そうですね、最強の選手多いんで、まあ、そうですね、一緒に走ればいいなと思います、はい、でバンクの癖は覚えてます、佐世保の。あ、ちょっとだいぶ前なんであんまり覚えてないですけど。あ、そうですか、はい、もうまん丸なバンクなんですけど。あ、本当ですか、はい、でもね、山本選手だったらもう大丈夫でしょ。そうですね、あの早めでまたらもうすぐゴールですからはい、頑張りますじゃあファンの一言お願いします。はい、3日間精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。岡山の米島圭介選手です。まあ、佐世保ね、結構見るんですけど、高松から調子どうですか。そうですね、まあ、調子はもういつも普通だと思ってるんで、何も変わってない感じですね、前回から。で、明日なんですけどね、地元勢がつきますけど、よろしくお願いします。そうですね、ちょっと地元の選手ついてもらえるんで、しっかり決まるように頑張りたいと思います。いや、川島選手がね、心配してました、離れないようにでも後ろ、それがちょっと後ろ見てからかけてください一緒に連れていけるように頑張ります。まあ、佐世保のバンクはしてますね、よく。そうですね、成績はあんまり、まあ、良くも悪くもないんですけど、まあ、走りやすいなと思ってます、はい、どうですか、セッティングとか変わりました。そうですね、4月に同県の奥村君にちょっとセッティング見てもらって、だいぶセッティング変わりましたね。やっぱちょっと かかりがあります。そうですね、なんか風をやっぱ状態が上がって風を受けすぎですよっていう指摘を受けて、それを少しでも防げるようなセッティングに今してます。はい、じゃあファンに一言お願いします。はい、明日川島さんとワンツーできるように頑張りますんで、応援よろしくお願いします。埼玉の平原啓太選手です。函館も一着一着なんですけど、調子はどうですか。調子は変わらずいいと思います。なんか佐世保久々ですよね。そうですね、何年かぶりですね、はい、イメージどうです。なんか小回りな感じのイメージはあるんですけど。そうなんですよ、まん丸なバックで直線がね、日本一短いんですね、はい、あ、そうですよね、はい、で明日はど、川口さんが番手行っていいって言ってくれたんで、柿本君の番手に行かせてもらいます、はい、じゃあ連携は何度かも。あ、そうですね、はい、だから、まあ、柿本選手に、まあ、バンクの特性を言った方がいいですね。早 め, あ、もう早めに行った方がいいよと川口先輩が言ってくれると思うんで川口選手も頑張ってますよね。すごいですね、はい、いや自分の方が同期なんですけど、あ、そうですか、はい、未だに強いですね。すごいですね、はい、まあ、逆にこの、ね、最強ライン強力ですね。まあ、連携が乱れないように頑張ります、はいはい、じゃあファンに一言お願いします。優勝できるように頑張ります。応援お願いします。千葉の須藤誠選手です。伊藤と松戸が5-2-3と同じ成績なんですけど、まあ、そうですね、別に狙ったわけじゃないんですけどす、まあ、やっぱここがピンピンピンでいきたいですね。いや、本当にそうですね、気持ちはそうなんですけど。どうなんですか、佐世保の番組は。佐世保多分2回目で、はいはい、多分前回初めて佐世保記念の時に来て、はい、落車かなんかして多分最終日まで走れなかったんで。あ、そうですか。あ、じゃああんま聞かなかったいや、いやでもイメージとか全然なくて。あ、そうですか。まあ、今回しっかり3日間走って帰ろうと思います。はい、はい、どうですモーニングという感じは。あ、自分はモーニング好きなので、はいはい、全然朝は全然苦にならないです。でも暖かくなったし走りやすいですよね、最近ね。今の時期は全然むしろいいと思います、はいはい、どうなんですか、練習はどうなってるんですか、バンクの方は。あ、まあまあ、こういう世の中になって今ほとんどもう一人で、あ、はいはい、室内がメインですね、はい、あ、やっぱり、ローラーとか、まあ、そうです今メインはマットバイクとバイク、まあ、ウェイトのその2本ですね、はい、あ、はいはい、まあ、もうそういう選手多いですよね、本当。そうですね、まあ、自分もこういうパターンになると思わなかったんですけど、まあ、気づいたら今はこの練習パターンになってますね。
でもちゃんとね S 級点差取ってますからね。まああと1ヶ月間しっかり、まあ、そうそう走りたいと思います、はい、じゃあファンに一言お願いします。3日間車検に貢献できるように頑張りますので応援よろしくお願いします。